はい今回は車椅子クレーマーについてやっていきましょうまたまた新しい車椅子クレーマーが現れましたとはいってもですねこの人自身は車椅子に乗っていない可能性が高いので車椅子専用車椅子優先にですね異常に反応する正義ぶっているおっさんでしょうかえこちら僕の X でも紹介しましたのでまずはこちらのポストを見ていきましょう 車椅子クレーマーピッピ爆弾。車椅子などの方々向けの専用駐車場やギズリ合駐車場に停めてある車を盗撮してはネットにさらしてしまう。特に妊婦さん全員がつけているわけじゃないでしょその時だけ家族や友人が送迎するなんてこともあるし、なんでここまでバカばかりなのか、つってですね。 で車いすインフルエンサー渋谷真子さん曰く実際生活してて家族友達の車に乗るときはマークや許可証がないことも多々あるだそうです渋谷真子さんが言うんだから間違いありませんっていうのでですね渋谷真子もプンスかというですねそんな状態になっております今回のクレーマーの実際の投稿がこちらここは車いす駐車場ですよ 何ののの表示もない車です一般の方の車でですす一般方あなたがここに駐車することで本当に必要な方は駐車できないのですよ前の看板見えていますかというふうにです、ね、このようなポストをされています写真を見ての通りですね車いす以外にもですねこれ怪我をされている方ですとかあと妊婦の方妊婦の方もですね止めることができるというふうに書いてありますよね車いすユーザーの方がですね普段自分が乗る車にマークをつけるというのはそれは理解できますけども えでも、ですねこれ100%ではないですよね、義務ではないですから、で渋谷真子も言ってる通りですね家族の車に乗るときだって、普段家族と一緒に生活していない、1人暮らしをしていたりですとか、あと、ですね友人の車に乗るときなんて、マークつけてないでしょ <laughs>、マークつけないですよね、えー、皆さん、怪我をした人や妊婦を乗せるために、車の中にいつでも貼れるようにマーク置いておくんですか ななわけないですよねそんなの持ってなないですよねもうそんなこともですねえこいつ考えられないわけですよ車椅子ユーザー以外にもですね怪我をされた方妊婦の方もですねえ使えるにもかかわらずですねこいつの頭はですねここに駐車する人は全員運転手が車椅子ユーザーだというふうに思ってるわけですよねもうこんなことも考えられないくせにこうやって関係のない可能性のある人の車をですねバンバンネットに X にですね投稿しまくってるわけですよ。これナンバーです、ね 僕のライオンマークつけてますけども、もナンバーですね、普通に出してますからねで、紹介しきれないですけども、定期的にですね同じように、これ、ナンバープレート付きの写真をですねアップしまくってんですよね、こいつ。 で、このピッピのですね、投稿を見れば運転手が車椅子ユーザーだっていうですね、そんなケースしかもう考えられない頭の弱い人だということが分かります、えー、こちら、ですね、お前が間違ってるぞというですね、たくさん、えー、指摘をされたようで、えー、指摘をですね、誹謗中傷と言い換えてですね、えー、なんか、私は被害者です私は間違ってません、プンスカプンスカってですね、えー、おかしな投稿をしています、えー、こちらのポストも見ていきましょういろんな意見や誹謗中傷もいただきました 本当にここに駐車するなら、やはり意思表示はすべきだと思います。何の表示もない車は違法駐車と思います。ここの店長とも話しましたが、ここの駐車場に違法駐車する人は後を絶たないとも話されました。 私も話しましたが違法を承知で駐車してますので開き直りでーっつってですね、このようなポストをされています中島良子もそうだったですけども、自分が正義だと思ってですね、頑張るんですけども、こういうですね、車椅子ユーザーにとって不利なことばっかり起きるんですよねこういうことをしてしまうとですね、車椅子ユーザーの方、友人の車とか乗れなくなりますよ <laughs> どんどんですね、こういうなんか正義ぶったやつらがです、ね、もう車椅子ユーザーを生きづらくするっていうですね、もう本当とやばいやつらばっかりだなとうう思います。 もう正義が何かって勘違いしまくっているっていうですねお前らが正義叫ぶともう生きづらくなるからやめてくれーっていうですすねねそんなな状態になってますよねもう対象者乗せた場合意思表示するにもそのマーク持ってないだろうというふうに思いますけども本当常識考えろっていう話ですよねでこの投稿なんかもそうですよね車椅子駐車場にマニュアル車が止めてありましたつってですねマニュアル車だった時点でですねもうこれは専用駐車場の対象車乗ってないぞっていうふうにですねもう断定してしまうわけですよ いやこれ隣に妊婦乗ってるかもしれないですよ、隣に怪我された人乗ってるかもしれないですよ、<laughs> わかんないじゃないですか、なんでマニュアルだったらダメだっていう、ですねそういう結論になるのか、いや、わかんないんですよね、本当に、もう常識も想像力もないようです。 でこんなですね、常識も考えられない、えー、想像力もないということで、ですね、まあ、そんな投稿するので、元祖車椅子クレーマーの中島良子と同じく、ですねコミュニティノート賞を受賞します。<laughs> 中島良子に並んだぞというですね、おめでとうございます。えー、栄光のコミュニティノート賞受賞というですね、えー、こちらちょっとコミュニティノートも見ていきますと、えー、各自治体により制度は異なりますが、車椅子使用者のほか、車椅子を使用しないものの移動に配慮が必要な人、 高齢者妊産婦等も広く対象とされていますっていうのでですね別に運転手が,がですね車いすユーザーだけじゃないというふうにですね見事にですねコミュニティノートに否定されているわけですよねでさらにですねえまた車いすマークを含む障害者に関係するマークは提示努力義務とされており表示がない車を一般の車と断定することはできませんというふうにですねえ否定をされておりますもう義務ではないのでこれ全員がマークつけてるわけではないだろうというですね、まあ 正論を叩きつけられてるわけですよねもう役に立ちまくりっていうですねそんなコミュニティノートなので役に立ちましたよーっていう風にですね、えー、評価しておきました <laughs> でこの投稿もですねナンバーさらしてましたけども,もうこれなんてですねこれ専用駐車場じゃないんですよ車椅子専用じゃなくて譲り合いですからねあくまで譲り合いっていうふうに書いてあるのにもうなんか車椅,子車椅子専用の駐車場だーみたいなことを言ってるわけですよ、まあ、これはですねさすがに譲り合いだからさらす必要ないだろうというふうに思いますけどね、まあ、個人的に譲り合いだから、まあ、譲ってよって言えば済む話じゃないですかルール破ってるわけではないですからね しかもですね、譲り合いスペース以外、これ、車、めちゃくちゃ埋まってるじゃないですか。 もうここしか空いてないっていう、まあ他の駐車場が空いてるのに、あえて譲り合いスペースに駐車するっていうのはよくないかと思いますけども、他が埋まってるのに譲り合いだけ空いてたら、ですねもう駐車、ここ駐車しないと効率悪いじゃないですか、どん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 混雑してしまうわけですよ、で車もですね外に渋滞とかになってしまうと、そもそもここが空いてるのに、車椅子ユーザーの車が駐車場に入れないみたいな、ですねそんなことも起きてしまうわけですよ。 だったらですね、まあ、1個か2個開けておけば、譲り合いスペースだったら止めていいんじゃないかなというふうに思いますけどね、まあまあくまでこの普通の駐車場が埋まってた場合ですよ、別にですね、これってです、ね、車いすユーザーに早く駐車してもらって、早くお店に来てもらう、優先的にお店に入ってもらうためのスペースじゃないですからね、なんか勘違いしてますよね、もちろんですね、これ、お店に近いから、まあ、移動が大変なので、お店に近い位置にここの譲り合いスペースを作るっていうのはもちろんあるんですけども、それ以外にですね、皆さん、この 駐車場ですね譲りスペースですとか専用駐車場ですね、えー、どんな役割があるか皆さんご存知でしょうかこれですね僕渋谷真子から習ったんですけども <laughs> 渋谷真子先生からですね、えー、習ったんですけどもこれですね扉を全開にするためにここに余計な余分なですねスペースを作ってるんですよ。 ここにスペースがあるから扉をですね全開にすることができるとそうするとですね車いすの方も、まあ、車に乗りやすくなるということでですね専用スペースっていうのは幅も広く取られています、まあ、別にですねこれ混雑してても車いすユーザーの方優先的にお店に入れますよっていうですねそんなスペースじゃないんですよこのおっさん、ですね勘違いしてますよね何でもかんでも特権だ、えー、もう初代含めてですね勘違いしているクレーマーが本当多いですよね。はーい このクレーマーはですね、どんなやつなのかというですね、こんなコメントをいただいておりました。こんなおじさんダッピーって <laughs> この車にですね、これ反射してですね、まあ、車晒すのはいいんですけども、これ反射してですね、自分の顔映っちゃってるんですよね。<laughs> まあ単発のおばさんっていう可能性もなくはないですけども、まあまあ多分おっさんですよね、これ。まあ、こんなですねガ、ガニ股でですね。<laughs> 撮影ポーズがもう、もう撮影体制がなんか独特ですよね。このつま先立ちしてですね、かかとを上げて、で、こうなんかガニ股になってですね、撮影をするっていうですね。<laughs> なんだこの撮影体制はっていうですね。いや、非常になんか珍しい、これなんか、もう新種のクレーバーですよね。はい。こんな写真の撮り方してるやつ、見たことないですけどね。<laughs> さら、えー、にですね、こちらのピッピですね、X の,あのプロフィールを見てみますと、えー、ツイッター、ツイッターというのをですね、利用されているようです。ツイッターって何ですかね、ツイッター <laughs> もう相変わらずですね、独特なピッピですっていうとこですね。いや、もうプロフィールからですね、この車椅子、車椅子駐車場止めんじゃねーってですね、言ってるわけで、なんか異常に異様に反応してますよね。はーい。 え皆さんですね、今回、車椅子クレーマー新種のピッピを紹介させていただきました。えー、皆さんですね、このようなクレーマーについて、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で